本当素晴らしいですね。もう発想が変わりますね、弾いてて。こう自分のフレーズをこう音色で加工するっていうんじゃなくて、もうそもそものこう弾き心地、弾いて出てくる感じが違うんで、もう生まれてくる発想が変わるっていうか、多分スタジオでこう、まあライブはもちろんなんですけど、曲作りとかスタジオでセッションとかで作る時とかでも、なんかこの有溝の締め方で全然プレイが変わると思うんで、もう普段思い浮かばないようなフレーズとか出てきたりすると思うし、なんかもう本当そのぐらいすごいなって思います。